っちゃんがさらば、かっちゃんがさらば、かっちゃんがさらわれ、僕らも大怪我を負ってしまった。そんな中、ある作戦を聞かされた。手が届くなら、僕は。レッツストーリー。林間合宿での事件から2日後、僕はあの後すぐに合宿所近くの病院に運ばれた。みんながお見舞いに来てくれていて、かっちゃんを助け出す作戦を聞かされた。八百万さんがヴィランに発信機を埋め込んでいて、それをたどって助けに行くっていう作戦だ。でも飯田君は作戦に強く反対していた。なんでよりにもよって君たちなんだ。飯田君、違うんだよ。僕らだってルールを破っていいなんて。なんで俺と同じ過ちを犯そうとしている。あんまりじゃないか。レディークラッシュ。そこで行く。俺だって悔しさ、心配さ、当然さ。俺は学級委員長だ。クラスメートを心配するんだ。爆豪君だけじゃない。そこだ。君の怪我を見て、そこに伏せる兄の姿を重ねた。君たちが暴走した挙句、兄のように取り返しのつかない事態になったら、僕の心配はどうでもいいって言うのか。僕の気持ちはどうでもいいって言うのか。ひねりながら、行け。直接挽回。僕にできることを。持てる力の全てを。スマッシュ。なお、ウィーン。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。いいだ、俺たちだって何も正面切って勝ち込む気なんざねえよ。戦闘なしで助け出す。要は隠密行動。それが俺ら卵のできるルールにギリ触れねえ戦い方だろ。私は轟さんを信頼しています。が、万が一を考え、私がストッパーとなれるよう同行するつもりで参りました。僕も自分でもわからないんだ。手が届くと言われて、いても立ってもいられなくなって、助けたいと思っちゃうんだ。ならば、俺も連れて行け。